あなたの肉体の全機能を制御する成功な仕組み。あなたが目を覚ましていようと、ベッドの中でぐっすり眠っていようと、潜在意識は、意識する心の助けも借りずに、絶え間なく、 疲れも知らずに活動しあなたの肉体の全ての重要な機能を制御しています例えばあなたが眠っている時も目を覚ましている時と全く同じようにあなたの心臓は律動的に鼓動を続け 肺は休まず、血液に新鮮な空気を呼吸させる吸気と呼気を繰り返しています潜在意識は消化作用や線分泌その他あなたの肉体の 不可思議な作用を全て司っているのですあなたが眠っていようと目を覚ましていようとあなたのひげは伸び続けます科学者によれば起きている時よりも眠っている時の方が皮膚は 多くの汗を分泌するとのことです。目も耳もその他の感覚器官も眠っている間も活動しています。例えば多くの偉大な科学者は眠っている間に難問に対する回答を得ています。彼らは、 答えを夢のの中でで見たのです。あなたの意識する心が心臓や肺の正常のリズムや胃や腸の機能に対して心配不安恐怖憂鬱などによって干渉することがよくあります。 これらはあなたの潜在意識の調和ある動きの邪魔をします心が乱れた時は緊張を解いてくつろぎ思考作用という車輪の回転を沈めるのが一番ですあなたの潜在意識に話しかけ 平和に調和的に神的秩序に従ってやるように命ずるのですするとあなたの体の全機能が再び正常に戻ることがわかるでしょう潜在意識に対しては権威と 確信を持って話しかけるようにしなさいそうすれば潜在意識はあなたの命令を聞くでしょうあなたの潜在意識はどんなことをしてでもあなたの生命を守り健康を取り戻すように努めますまた あなたに自分の子供を可愛がるよう仕向けますがこのことも全ての生命を維持しようとする本能的要求を示す一つの例です例えばあなたがたまたま何か悪いものを食べたとしましょう潜在意識は あなたにそれを吐き出させます。あなたがうっかり毒を飲めばあなたの潜在意識はそれを中和し始めることでしょうその奇跡を起こす力を完全に信頼して身を委ねればあなたは 完全に健康を取り戻すことでしょう。